準備が。はい、じゃあ準備が整ったということで、皆さんお待ちかねの私の未来最初のアーティストにふさわしい方々紹介させていただきます。アコースティックもエレキサウンドも両立するピースフルなガールズバンドの皆さん、大好きな1967年から73年のブリティッシュロックサウンドをベースにメッセージを全国に発信されています。 3.11 の福島での原発以降、毎月福島で音楽のイベントをされている新月灯花さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。どうぞ。Thank you.
こんにちは、新月十日です。
今日は私の未来ということで、この炎天下の中、いや天気が良かったのはいいんですけど、本当にね結構まだ夏って感じなんで、皆さん本当に熱中症とかには気をつけて今日過ごしてください。私たちは紹介していただいたように、あの震災以降毎月福島に行くようになったんですけど、でもあの出来事があってから行くようになった場所が他にもあって、今日も出店してるけれども、青森の大間あさこハウス、それから山口県上関岩井島、この2カ所にも毎年通うようになりました。でこの、2カ所で出会った人たちのこと、主におばちゃんやおばあちゃんたちがめちゃくちゃ明るくておおらかで、すごく影響を受けたんですよね。それでそのことを歌にしたくて、でもとっても名曲、ぴったりな名曲があったんで、カバーで、でも歌詞は本気で自分たちなりに和訳しました。歌詞はオリジナルです。でこのそれは何の曲か、ボブ・マーリーのノーウーマン・ノークライっていう曲なんですけど、 MV を自分たちで自主制作しました。ミュージックビデオ YouTube に上がってます。ノーウーマンノークライ新月トーカー、このこう書きます、新月トーカーノーウーマンノークライで検索すると出てくるんですけども、大間や岩島、彼らの違った一面がきっと見れると思います。私たちが通ってる中で、撮影してきた映像とかふんだんに使ってるんですけど、もちろんねあさこハウスあつこさんも出てますが、絶対に見てほしいです。もう皆さん今日帰ったら YouTube でぜひ検索してください。本当に見てもらいたい。というわけでその曲をやりたいと思います。ノーウーマンノークライ。ここで生まれ
ありがとうございました。